こんにちは。青葉クリニック美容チャンネル看護師の美咲です。今回は青葉クリニックで取り扱っている脱毛器2種類、ラフィーユとジェントルレーズの違いについてご説明します。ラフィーユとジェントルレーズ。青葉クリニックの医療レーザー脱毛は、患者様の肌質、ご要望、施術部位に合わせて2種類の機械を使い分けています。ラフィーユという脱毛器はダイオードレーザーで、青葉クリニックが独自で開発したものです。医師や看護師が早い、寒くない、痛みが少ない施術が提供できるように改良された脱毛器です。ジェントルレーズという脱毛器はアレキサンドライトレーザーで、多くの医療機関での導入実績があります。日本で初めて厚生労働省の薬事承認を取得した脱毛器です。お顔周りや VIO などの繊細な部位にも対応が可能です。ラフィーユ。毛根に徐々に熱エネルギーを加えていき、ダメージを与えます。ジェントルレーズ。強いエネルギーで毛根の温度を一気に上げます。対応部位。ラフィーユ。鎖骨から下、 VIO を除く範囲、高速照射で広範囲の脱毛に最適です。ジェントルレーズ。顔、うなじ、VIO を含む全身に対応しています。ワンショットずつの照射で狭い範囲の脱毛に最適です。女性全身の場合、施術時間。ラフィーユ、1時間ほどです。ジェントルレーズ、2時間ほどです。痛み。ラフィーユ、痛みはほぼありません。関節部分などに熱さを感じる場合もあります。過度な炎症を与えないため、毛の炎が起こりにくいです。ジェントルレーズ。全体的に輪ゴムで弾かれるような痛みがあります。ラフィーユに比べると炎症が強いです。クーリング。ラフィーユ、クーリング不要です。ジェントルレーズ、クーリングが必要です。施術部位を冷たいタオルで冷やします。経過。ラフィーユ、2週間後の毛の抜け落ち方はまばらです。3週間から4週間後に毛が生えなくなっていることが実感できます。ジェントルレーズ、2週間後に一旦ほとんどの毛が抜けます。施術回数。ラフィーユ、ジェントルレーズともに5回から7回くらいを推奨しています。施術間隔。ラフィーユとジェントルレーズともに6週間から8週間を目安におすすめしています。水溶性ローション。ラフィーユ、照射部位に常温の水溶性ローションを塗布して施術します。ジェントルレーズ、水溶性ローションは不要です。今回は青葉クリニックで取り扱っている脱毛器2種類、ラフィーユとジェントルレーズの違いについてご説明しました。青葉クリニック美容チャンネルでは、今後も美容に関する情報をたくさんお届けしていきます。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。